しもし、かほこです。はい、今日はね、久しぶりにおばあちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。で、どんなドッキリを仕掛けるかというと、じゃん、ドッキリ赤ちゃんっていう商品です。これはね、ダイソーで買いました。だから100円です。で、こちらの赤ちゃん、可愛らしいお人形なんですが、なんといたずら水鉄砲ということで、水が出てくるらしいんですよ。手を下に押すと水が出ますって書いてる。開けてみます。わー、めっちゃ硬い。で、この子ついてるので男の子ですね。すごい穴が開いててちょっと怖いんですけど、目はね、プリキュアみたいなキラキラしてて可愛いです。チークもついてるし、なんて可愛いんでしょう。この赤ちゃん、背中というかお尻に青い蓋がついてるんです。それを、痛そう、ごめんね。取れました。ここの穴にお水をね、入れて蓋を閉めて、お手手をクイーンってやると水がから出てくるのかな、おしっこみたいな感じでピューンって出てくるらしいんですよ。せっかくなので、この子にお名前つけてもいいですか。お目目がクリクリなので、キュアトルネードちゃんにします。はい、お水入れてきました。水も滴るいい男。レッツゴー。お昼ご飯食べるよ。ねえ、うん、赤ちゃん生まれた。誰だ。私の。うん、わーおわーお。あ、かわいい。あ、かわいい。ひ孫だよ。あ、なでなでしてるの。どっから生まれたの。おちょから生まれたの。だから男の子だよ、ほら。ほんとだ。かわいい。抱っこしてもいい。いいよ。ちゃんとまだ顔座ってないから、こうやってやんなきゃダメだよ。おちょついてるんでしょ。かわいい。面白い。では発車いたします。念のために安全バーをお下げください。わー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 、おしっこかい。わー、冷たい。やだ、この子やだ。嫌われちゃった。あったかい方が良かった。あったかい。おしっこならもっと気持ち悪いです。おしっこいらない。かわいいね、だけどね。手を押してみて。あら、出た。おしっこ出てきたんだ。わー、いくらだと思う、この子。この子、100円。100円。お名前つけていいよ、命名して。命名、太郎ちゃん。太郎ちゃん。あんたの顔もすごいね。あんたの顔もすごいね。え、今更。グー。ペラ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 。わー。はい、ということで、この動画が面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。カムチャハミンジだ。おしっこいらない。おしっこいらない。